写真拡大。第101回全国高校野球選手権兵庫大会準決勝が28日、ほっともっとフィールド神戸で行われ、神戸国際大月が、育英に7対0で7回コールド勝ち。主将の松浦隆樹内野手、3年が3安打2打点1本塁打と活躍した。松浦は1の0の2回2次3塁から、低めの直球を一閃。左翼席中段付近に運ぶ特大ツーランに初めてというくらいの感触でした。完璧ですと頷いた。これが公式戦初本塁打も高校通算21本目と長打力を持ち合わせる1番打者。1回の1打席目は空振り三振だった。全くタイミングの合わなかった松浦に青木監督が足を上げないようにノーステップ気味で球をよく見ろと助言。すぐさま結果を出した主将に指揮官も僕も嬉しい一発でしたと頬を緩めた。甲子園がかかる29日の決勝に向け、松浦は1打席目からガツンと行きたいと力を込めた。